優勝おめでとうございます。ありがとうございました。では誠さんお話しください。優勝そして S 級特進おめでとうございます、はい、ありがとうございます。いやもう初日もね2日目も強かったんですけども、今日はあの番組的にはやりやすいメンバー構成だったんじゃないですか。そうですね、引いて3番手になってるので、はい、ちょっと緊張しました、まあ、でもね初日2日のねあの強い競争を見せてるからこそのこのメンバー構成だと思いますけども。そうですね、3日間しっかり競争できたと思います、まあ、しかしね太田選手見てるとお父さんそっくりですし、乗り方もねあのフォームもねそっくりなんで、もう本当力強いフォームしてるなと思いました。よく言われます。言われますか。はい、はい、まあだったらねあのフォームではもうお父さん追い越せ追い越せでね、あのグランプリ取って特別経験も取ってください。しっかり頑張りたいと思います。あの埼玉はねあの平原選手とかね宿口選手いますんでね、これから S 級の舞台で同じ舞台ですけどもどうですか。そうですね、まだ上で戦えるか全然ちょっとわからないですけど、しっかり練習して一緒に走れるように頑張りたいと思ってます。ありがとうございます。そしてあの太田選手スタジオにですねゲストの方にお越しいただいておりまして、吉田君と総統というのがいらっしゃるんですけれども、それぞれちょっと質問があるんですけれども太田選手よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあまずは吉田君。はい、吉田君の質問がですね、勝利を確信した瞬間はということなんですけれども、太田選手いかがですか。そうですね、もうゴールデン過ぎるまでもう一生懸命だったので、ゴールデン過ぎた後です。ああそうなんですって。なるほど、ありがとうございます。では続いて総統からもご質問があります。我らの平塚競輪場はどうだったという質問なんですけれども、いかがでしたか。そうです、9連勝する最初の場所も平塚だったので、そっか、相性のいいバンクだと思います。そうですよね、連勝が始まってで最後ここで締めくくるという。じゃあいい印象になりましたでしょうか。はい、いい印象、ありがとうございます。ではですね最後にあのご覧いただいている皆様に向けて太田選手から一言メッセージお願いいたします。今日も応援ありがとうございました。なんとか9連勝することができました。しっかり上でも戦えるように練習して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、見事優勝いたしました埼玉太田隆起選手でした。どうもありがとうございました。おめでとうございます。